上下紺のユニフォームがホームの鹿児島ユナイテッド、上下白いユニフォームがアウェーの FC 今治です。2021明治安田生命 J3 リーグ第27節、さあまずはタッチを割って白いユニフォームアウェーの今治のスローイン、足元を収めます、中に入れる、ミドルシュートを放っていきました、決まった、いきなりの先制ゴール、キャプテンマーク25番の久住圭司、開始45秒での先制ゴール、素晴らしいゴール、ミドルシュートが鹿児島のネットを揺らしました。巻いてくるボール、ファーサイドシュートを放っていった、わずかにポストの左、中原の左足のシュートでした。しかしここは落ち着いてボールを回す24番近藤、アウトサイドにかけて上原オーバーラップ、オフサイドはありません、シュートを放っていきました、キーパー正面、18番東谷のシュートでした。右から左へと攻めるのがホームの紺のユニフォーム鹿児島ユナイテッドです。中央でボールを受ける小松、左足のシュート決まった、18番の東谷、後半の立ち上がり、再びこの後半も立ち上がりの追加点、力打っていきました、小松のアシスト、決めたのは18番の東谷俊樹、ピッチを去ることになりそうです。さあチャンスを迎えている東谷、右足のシュート決まった、3点目、42番の原田航オーバーラップから決めてみせました、後ろからオーバーラップしてきました42番の原田航、今シーズン2ゴール目です。ファーサイド高いボール、ヘディングで合わせ折り返す、ボールがこぼれている、なんとか抑えた大西、ボールを奪った今治、ここで長い笛、得点は3対0、アウェーの FC 今治勝ち点3を手にしました。